皆さんこんばんは。どうもハイチです。今週ダラダラジオよろしくお願いいたします。で今日はですね、今週はタイトルが与えられる人、与える人みたいな、まあ、そんな感じになってるかなって思うんですけども、どっかで喋ってます多分どっかで喋ってるんだよね。っていうのも、今週は私が結構長いこと大事にしてる考え方をね、ちょっとシェアしたいなって思ったことがあったので、ちょっとそれを喋らせてもらうんですけど、長いことね、これ大事にしてるもんで、いや絶対喋ってんだよダラダラジオでだからいつもね、聞いてくださってる方はこう聞いたことあるなって思うかもしれませんけど、あ、また喋ってんなとか、あ、それだけ大事なことなんだなって思って聞いてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。で、何かっていうと、この活動してるとね、ありがたいことにこう学生の方とか保護者の方からこう感謝の、ね、思いをこういただけることが結構多いですね。でその時に、いつかハイチさんに恩返しをしたいですって言ってくださる方も結構いらっしゃるんです。いや、すごく嬉しい。そうやって思ってくださるのはすごく嬉しい。で、それはあってさ、恩を返したいとか、まあ、感謝の言葉を述べるっていうのは、こっちの思いを受け取ってくれてることなので、そう、皆さんがもしそういう風に感じてくれてる方が今ね、こう聞いてくれてる方でいらっしゃったら、俺の思いをまず受け取ってくれてるんだよ。そこに感謝なのよ、こっちからしたら。受け取ってくれてるから、それにリアクションとしてこう感謝の気持ちを返してくれたりとか、そう、恩返ししたいですっていう思いをね、言ってくれるわけじゃんか。だから本当に感謝しかないんだけど、こっちからすると。でもね、いつもそこで思うことがあって、思うし、直接話をできるねとこにいるんだったら直接いつも言うようにしてるんだけど、ぜひその感じてる恩っていうね、あったかいものだよね、恩って。嬉しいな、あったかいな、あったかい、その感情というかさ、エネルギーを俺じゃなくて他の人のために使ってあげてって思うの。なんか自分はその心に、人みんなね、心に器があると思ってて、まあ、そこにね、ストレスとかがさ、こう、ストレスの水みたいなのが溜まってって溢れちゃって、わーってなることもあると思うんだけど、やっぱあったかいものが溜まっていくのもあると思っているのよね。でもあったかいものっていうのはやっぱりこう注がれないと、なかなか自分自身で注ぐのって難しかったりするから、それが人だったりとか、まあ、芸術、音楽を聴いてあったかい感情が注がれることもあるし、映画を見てとかもあると思う。いろんなものがね、外的要因で入っていくと思うんだけど、それを俺に返すんじゃなくて他の人に与えてほしいって。で、その他の人に与えて、その人が受け取った人がまた他の人にあったかいものを渡せたらさ、なんかプラスのあったかい連鎖ができるじゃないですか。俺それってすごい素敵だなって思ってるの。なんかそういうのがいいなって、まあ、エゴだよ、俺のエゴだけど、そういう連鎖を生みたいなって思ってる。例えば、辛いことをされたから他人に辛いことをするっていうのは割と選択肢としてあると思います。自分がものすごく嫌なことがあったら人に冷たくなっちゃう自分が出てくる時ってありません？俺はあるの、すごく。でも冷たいものの連鎖もやっぱり誰かが断ち切らないと、どっかでっていつも思うんだ。だから自分がしんどかったりとかきつい時、やっぱりこう人に冷たくなりそうになる時ってあるけど、ここで俺が切らないと誰かが切る役目をするんだよなっていつも思うんだよね。そう、だからそこも切るようにしてるんだけど、頑張って。いや、毎回じゃないよ、こんなこと言ってもね、できない時もあるんだけどさ。でもそういう風に思って生きてると、切れることもあるから、そう、そういうことをしてたりして、まあちょっと話それちゃったけど、そのあったかいもののプラスの連鎖っていうのは起こって言ってほしいなって思うんだ。で、なんでこれをみんなにこうやって話して、特に学生のね、みんなに話してるかっていうと、学生の時ってさ、受け取ってることが多くありません？人にこう何かをしてもらってるとか、自分は何も誰にも与えることができてないって思う方もいると思うの。俺はそうだったの、学生の時。だから自分の生きてる意味もわからなくなっちゃったし、そう、自分なんて何もできてないって、他人に迷惑ばっかりかけてなんて思ってたわけよ。でも今ね、思うとね、そんなことねえんだわ。いや、与えてんだよ、与えてんだけど、でももっと言うと、学生の時はある種受け取るのも仕事じゃないかな、仕事って言い方もあれだけど、受け取る時期なのよ。学生の時にいろんな大人とかいろんな周りの人からいろんなものを受け取る、まあマイナスのものもあるけど、プラスのものも受け取って、その受け取ったものを、そのみんながそのね、年をこう重ねてさ、成長した時に人に与えられるようになる。必ずなるんだ、いつか与える人に、与えられる人になっていくのよ。そう、今はみんなはそんな与えてる人、与えられてる自分を想像できないかもしれないけど、なるから大丈夫、少なくとも俺がみんなに与えてるから、それを誰かに与えてごめん、今ちょっと調子乗ったわ。でもそう思うんだ。そう、だからもしみんなが、なん
かね、もらってばっかでって思うんだったら、今はそういう時期でいいよねってまず一個割り切ってほしい。いいんだよ今は。でしかもみんなが思ってる以上に、みんなは誰かに何かを与えられてる。よく言うけどさ、例えばコメント欄とかあるじゃん、 YouTube コメント欄とか Twitter とかさ、メールとかもそうだけどね、こうやって俺に書いてくれる人いるでしょ。その言葉を、あったかい言葉一つで俺らはすごいこう救われるというか、頑張ろうって思うんだよ。みんなは自分のコメントなんてって思うかもしれないけど、もちろんね、俺も全部読めてるわけじゃないから、全部の動画だからね、こうみんながね、こう投げてくれる球を受け取れてないことももちろんあるんだけど、でもこう投げてくれた球が俺が受け取ることができて、それにすごくすごくこう元気を勇気づけられるというか、っていうことがあるのよ奥さん、本当に。だからね、その受け取る人、受け取る人と、あ、与える人と、与える、ちょっと間違った、与える人と与えられる人か、今回タイトルは、うん、っていう話をねして、したくてさ、そういう風に思ってほしいなと思ったの。なんか自分なんて何もできないなんて思ってたし、きっと思ってる人もいるだろうから、いやそんなことないんだよって、少なくとも俺はみんなに救われてるし、助けられてるし、だから、持ちつ持たれつじゃないけど、俺もみんなに何かしたいね、今回はダラダラしゃべってることも、みんなのなんかさ、ちょっと支えというか、新しい視点というか、なんかそういうのにつながったらいいなと思うわけよ。だからまあな、今回ちょっとまとまんなかったな、うまくまとまんなかったけど、そういう風に与える人、与えられる人、それを受け取った恩を本人に返してもいいんだよ。俺に何もしないでとは思ってないよ、思ってないんだけど、でも本人に返さなきゃ、全部返さなきゃっていうんじゃなくて、もらったものを他の人につなげていく、っていうのは一つの視点として持っといてほしいなと思っております。はい、ということで本日もここまでお付き合いいただきありがとうございました。また明日からね、1週間始まりますが、お互いね頑張っていきましょう。ではね、また来週かちょっとわからないですけど、ダラダラじゃね、また撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。ではでは、今週1週間がね、皆さんにとって良き1週間になることを心より願っております。また次回お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。